はい。えー、生体野菜委長の野菜です。はい。今日はですね、あの、かお客様の悩みの質問で、えー、どうしたら体は柔らかくなるかということについて調べていきたいと思います。はい。で、えー、生体野菜はですね、あの、お客さんの LINE いただいて、えー、施術する、えー、会話の中でですね、お客さんの疑問、体がどうしたら良くなるのとか、どういう、どうしたらなぜ体悪くなるなんとか、えーまあ、私も勉強しなきゃわかんないとこいっぱいありますので、そういったことをですね、日々勉強してきたらなと思っておりますので、えー 何でも悩みがある方はですね、えっ、ー、と、まあ、LINE でも、メールでも、ええー、施設聞きた時でも、何でも質問していてください。で、ええー、時間かかりますけど、えっ、ー、と、えっ、ー、と、日々一個ずつはですね、なるべく解決できていったらいいなと思っていますので、はい、そんな感じで今日も一個ずつやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日のタイトル、ええー、何を、体を柔らかくする方法ですね。ええー、何を、体は何、何日で柔らかくなりますかということで。 え、柔軟性をアップするには最低でも2、3ヶ月、毎日コツコツストレッチを続ける必要がありますということで。え、ダイエットは英会話と一緒で、数日ストレッチを頑張ったと言って、すぐに柔らかくものでもないと。しかし2、3ヶ月という期間、人によっては長く感じるかもしれませんが、言うと。はい、次ですね。えー、じゃあ体を柔らかくするためにストレッチの時間はと。ストレッチを1回60秒で長く続けるよりも2、30秒ぐらいと短い時間で、 数回行う方が効果的。筋肉には伸び縮み準備が繰り返した方が、えー、ほぐされ柔らかくなった、伸ばしやすくなった、なるからですと。消化不良を増やしたいので、消化が行われている食後30分までにストレッチを控えましょうと。はい。えー、柔らかくするためにどうすればいい体を。1、お風呂上がりの柔軟体操を行う。ストレッチは基本的に毎日行う。 痛気持ちいいくらいを伸ばすということ。空き時間を見つけて取り組む。はい。ストレッチは朝と夜どちらを行うといいか。ストレッチは夜に行うのが最適と。お風呂上がり、えー、とか。はい。逆に朝はストレッチ効果がいまいちなので理由はストレッチにおいて大事なのは体の中の水分量だからと。ということです。寝ているときに、えー、汗を十分に耐えないからです。はい。で、ストレッチだけで痩せますかと。 痩せる関係ないかストレッチ。体が柔らかくなる方法うん。そうですね。何歳でも体が柔らかくなるか。柔軟性の、まあ、筋肉が50%、関節が50%で、筋肉の柔軟性は大人でもストレッチを気にすることで高まる。ということで。えっ、ー、と、関節の柔軟性を司る神る神経系の成長,成長は10歳までに終わると。 てしまうことがほとんどと研究性があると。えー、はいじゃあ次じゃあもう最後の方ですねこれ、えー、何を食べれば、えーえー、体が柔らかくなる食べる方食べるですねえー えーはい、体を柔らかくする食べ物。体を柔らかくする食べ物としては、レモンやお酢などのクエン酸を克服含く食物品、食費が良い,いと。クエン酸には筋肉に溜まった疲労物質を排出する働きがあるので、えー、筋肉が硬くなることを防いでくれると。その他、筋肉を構成するタンパク質や関節の柔軟性を高めるグロコサミンなども積極的に摂取しましょうと。はい。 ということですね。はい。まあ、あとは生体野菜に、えー、ぜひ通っていただきたいと思います。はい、以上です。はい、えー、5分以内で終わりました。はい、本日も生体野菜24時間体制でご予約、えー、お待ちしております。11月もですね、もう見かかってしまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼しますはい、あ、実はですね、えー、昨日ですね、100キロを軽々超えて、今、1 99.2キロに落ちてきました。 この勢いだとですね、また明日も98キロぐらいになってんじゃないかなと思うので、引き続き、えーえー、今サウナに入ってますけど、まあ、このですね、室内サウナ、えー、寝ながら入れるサウナ、まあ、これやって、あの、えー、これをですね、朝から晩までずっとやり続けて、えー、今日も1キロぐらい痩せたいなと思います。えー、目標はですね、78キロまで、えー、71ヶ月か2ヶ月ぐらいでいけたらなと思いますので、はい、以上です。本日もよろしくお願いします。失礼し,します。